注目の一番人気18番キングヘイロー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。3番人気はこの子です。タマモクロス2番人気を紹介しましょう。サイレンス鈴鹿、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、二冠馬娘キングヘイロー1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿、イコノブルボン12番、期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー先頭をかけます。サイレンス鈴鹿、続いてはイコノブルボン、激しい先頭争い。3番手7番、さらには10番、さらに12番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。キングヘイロー落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。先頭はイコノブルボン、単身で飛ばしていきます。続きましたサイレンス鈴鹿、7番、3番手、4番手、10番、少し後ろから12番、外から外から第1車は内を回って6番、外目をついて11番、後ろ15番、一馬身離れて1番、外から外から遠心フラッシュ、それを見るようにハッピーリンクキングヘイロー、ここにいます。外から外から16番、そして内目をつきましては2番、一馬身さウィニングチケット、後方2番手にタマモクロス、4番最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。イコノブルボン、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。現在1番手はイコノブルボン、少し後ろからサイレンス鈴鹿、そしてその後ろから行くのは7番イバシ、魂開いてライスシャワー、そして10番少し離れて11番、6番続いている後ろ12番、少し離れて16番キングヘイロー、追走さらに内から15番ハッピーリーク並んでくる。さらにその外からはタマモクロス、少し離れてエイシンフラッシュ、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。サイレンス鈴鹿ここで抜け出した。互いに足を止めている展開、これは直線勝負になるか。中山の得点は短いと、内野の形は間に合うか。先頭は